願いします。お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 はようございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。おお、おめでとう。よろしくお願いします。おめでとうございます。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。はい。お願いします。お願いします。あけましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。礼儀正しいね。今年もお願いします。よろしくお願いします。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。頑張ります。ちょっと髪型は。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。礼儀正しいな。いや、すごいすごいすごい。すごい。お願いします。おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。お願いします。明けましておめでとうございます。マジ何してるか全然わかんなかった。もよろしくお願いします。よろしくお願いします。怪我あるね。怪我、怪我もともとあります。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あけましておめでとうございます。情熱一番。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、大利口さん、ちゃんとするんですね。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。じいさん、タイヤパンクしたみたいで。あ、お願いします。あさって。ありがとうございます。また後ほど。危ない。いよいよシーズンが始まりますので、またみんなでね、一丸となって戦っていきましょう。よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。どうぞ。どうぞ。ゴルフ本部の岩木と申します。今シーズンよろしくお願いします。今シーズン、シーズンを通して、選手、スタッフの皆様方を全力でサポートするためには、我々がしっかりと連携をとって、効率的に、そしてかつ最大限、力を発揮することが、クラブ力が向上すること、そしてそれがチームの結果につながることと信じて、日々感謝の気持ちを持ちながら、一日一日、皆さんと共に成長できるようにしていきたいと思いますので、今シーズンどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。おはようございます。まあ、まず新しいスタッフであったり、新しい新加入の選手含めて、こうして全員が健康な状態で、みんなと顔合わせできたことを、俺自身すごく、嬉しく思います。でこれからシーズンを通して、このメンツで、一体感を持って戦っていく上で、いろんなことが起こると思う。いろんなことが起こるけど、自分たちが1年間通してブレずに、まとまって、しっかりシーズンの目標を達成していくってことが非常に大事になっていく。その第一歩目が、今日で、こういう場で、みんなとしっかり、出会えたことを一つポジティブに考えて、明日から、進んでいこう。
でチームとしての、大事なことであったり、俺の考え方っていうのは明日のトレーニングの最初ミーティングからみんなに伝えていく形、でいきます。1年間あのみんなが幸せであってほしい、みんなの家族が幸せであってほしい、でクラブが幸せになるように、努力していこう。 OK、 よろしくお願いします。初めまして、徳島から移籍してきました富山亮です。早く皆さんの、鹿児島のスタイルに慣れて一体感を持って戦っていけるように頑張ります。よろしくお願いします。おはようございます。清水エスパルスから来ました茨谷白平です。僕33歳なんですけど、もうあの下も上も関係なくどんどんコミュニケーションを取っていきたいんで、どんどんいじってください。よろしくお願いします。おはようございます。まず L って意味ですか。ついに金沢から来ました。藤原啓太です。一日でも早くチームに馴染んで、チームの皆さんと仲良く楽しいサッカーをできるよう努力します。よろしくお願いします。おはようございます。東海学園大学から、加入しました井堀和明です。一日でも早く、皆さんと仲良くなるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして。モンテリオ山形が来ました田中渡です。チームの力になれるように頑張ります。よろしくお願いします。おはようございます。ユースから昇格した小島凛志郎です。チーム最年少なのでフレッシュさでチームに貢献できるよう全力で頑張ります。1年間よろしくお願いします。はじめまして、シュギー川原加入しましたオノチュロファンです。チームに早く馴染んで、どんな立場でもチームを支えていきたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして、C から来ました、ヌカチャールスです。ちょっと真面目なのが苦手なので、軽くサクッと一発芸だけ。いや、時間ないのちょっとしらけるやつで。エロティックな重量上げ。ミクト負けんな。ミクト、スパイダーマンでしょ。スパイダーマンでしょ。エロティックな重量上げ。最高シーンですか。スパイダーマン。エロティックな何でしたっけ？重量上げ。重量上げですか。じゃあエロいスパイダーマンいきます。エロいスパイダーマン。わあ。おい。惜しかったな。惜しかったな。最悪なポジションで。まず自己紹介。FC 東京から来ました西田久俊です。まあ馴染んで一日でも早くチームの、チームの力になれるように頑張ります。じゃあやります。エロくないです。あーでかーイーソギンチョク。ありがとうございました。イーソギンチョクでしたね。イーソギンチョクでしたね。より寒くないね。本当ですか。鹿児島は何年目でした。まあ顔的には10年目ぐらい。まあ、確かにね、うん。島っぽい顔されてます。まあいい島ですね。もうじゃあこっからこっちから撮っていただいていいですか。逆から。こっちから、はい。ああ、桜島、桜島みたいな。確かに。そう。一緒っすね。そう。桜島を意識して家をやってるから。なるほど。そのぐらい愛情が。鹿児島愛がね、さすが観光大使もしてるから。そう、徳之島の伊仙町か。伊仙町どうですか。 J2 やっぱ楽しいですね。 J2 は新潟の時に、新潟の時以来、はい、以来だから、あの時よりも経験も増してるんで、もうすごい楽しみですね。暴れ回っちゃうと思います。いや楽しみだ。まだよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。この2人仲いいんですか。まあ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 、その髪型いいっすね。すごく今年も恥ずかしがり屋のまず髪伸びすぎでしょ。あー、かまさん、一緒にプレイしてたりとかしたの。いや、知らないですけど対戦してます。対戦めっちゃしてます。あー、ちょっと覚え、あ、そうか。対戦してみてどんなイメージですか、有田選手。あ、なかなかやらしかったようなイメージはあるんで。いわくヘディング強かったです。ああ、やっぱりあとゴルフうまいらしいです。あ、そう。鹿児島にレッドゴルフ部ありますから。はい、ぜひ。もう1位、もう1位です。入団します。中のシュートで負けないんで。あ、っけ、頑張ってで、仲いいんすか。いや、初めましてです。あ、カブ選手。はい、昨日ちょっと会いましたけど、練習で。あ、そうなんですね。
すごいイケメンがまた入ってきましたね、鹿児島。ちょっと今一番いい仲いい選手とか来たばっかですけど、今いない結構シャイな方。はい、これから頑張ります。はい、よろしくお願いします。どうですか、顔合わせということで。いやいや、今日に限って目が充血してさ最悪だな。でも天気が最高にいいからね。桜島もバッチリ見えてますから、今シーズンいいことが起きそうな。いや、本当そんな感じします、ね、予感ありますね、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。一回確認、名字じゃない、カメやん、何て言ったの、水戸にいましたね。あ、いました。対戦した時に、はい、まさのイケメンさと、すごいキレッキレだった。サイドやってませんでした。サイドやってでしたよね。あの時にね、あれ勝てば水戸がプレーオフ行けたんですよ。鹿児島のホームですよね。鹿児島ホーム。はいはいはい、鹿児島に負けて、はい、俺ら行けなかったのに鹿児島も降格するっていう。どっちも意味なかったっす。それだったら勝たしとけよっていう。はい。すいません、ありがとうございます。あ、ただ、うわ、新鮮だね。で、振り向いて、最後振り向いて、乗りポーズ。それ乗りポーズなんですか。はい、ありがとうございます、すいません。邪魔しちゃおうか、みんな寒っ、邪魔しちゃおうか、そっちがおもろいから、花ない花ないメンツ揃ったわ。花がないメンツ揃った。はい、ラスト、素晴らしい、素晴らしい、1、2、3、3、星さん、明けましておめでとうございます。明けおめです。どんな一年になりますかね。楽しみます。楽しみ、あ、らしくらしく自分のペースで、はい、いや、今年もよろしくお願いします。伊織さん、はい、福田選手、はい、どんな先輩でした大学で。いや、ろくな人じゃないです。まだ人じゃないです。はい、こいつでもいいやつなんすよ。あ、そうなんですか。皆さん、こいつ応援しちゃってください。いいやつなんすよ、こいつ。はい、ありがとうございます、はい。3歩前。皆さん寄るって感じしたんですか。皆さん動かずの。わー、はい、平坦見せないの。OK、 じゃあ次はフリーポーズ。はい、ネッティー。
取れた。珍しい。珍しい。取れた。今日唯一笑顔だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。G2 って、鹿児島来る前、2021か、21、はい、どうすか、今の鹿児島、キム兄のこれまでの経験からして戦いますかね。いやでもなんか、3チーム落ちるですもんね。そうなんですよ。で、上も上がるし。そうなんですよ。だからより点を取ったり、しっかり守ったりがね、できないとね。あー、なるほど。しっかり勝ち切るができないと厳しいんじゃないですかね。確かに、うん、見てる人は面白いと思いますから、ね。なるほど、はい、その経験を今年お願いします。しっかり勝ちに行きます。で、川辺選手と中野選手が、はい、行きます。はい、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 笑顔です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次はね、フリーポーズ。これはね、笑顔。ちょっと不思議な顔してる。じゃあこれ笑顔。はい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 、はい、OK です。はい、ありがとうございました。お待たせしました。はい、はい、鈴木選手、どんな年にしましょう。今年ですね、ちょっとまあ久しぶりのね、鹿児島 J2 ということで、はいはい、鹿児島旋風を巻き起こしたいと思います。いや、いいですね。鹿野さんの髪型ぐらいしっかり変化を起こせる一年にしよう。まあ、なるほどですね。そういうことですね。いや、マジで期待しますよ。はい、どうも、ありがとうございます。いや、運動家選手、俺じゃなかった。びっくりしました。何に？ああいうまでいきなり、いや何に言っても一発芸しかないですよね。終わらせません。鹿児島ユナイテッド FC の、はい、あの昔 YouTube で2年前、はい、しりとり対決やって、はい、運をついて運動家チャールズ終わんなかったことが実際あったんですよ。あ、もう出たんですか。はい、出ました。デビューして出ちゃってるんです。その選手が実際来てくれたっていうね。はい、嬉しいです。僕らYSで試合やってるんですよ。あ、そっか、YS 仲間っすね。早歩いて。ヤジ来てる。え、誰ですか。あー、米沢選手が。え、鹿児島でこう知ってる選手とかっていたんですか。川辺選手、あ、じゃあ、いや、俊太郎くんだけですね、関わりがあったの。対戦して覚えてる選手とか。いや、みんな覚えてますよ。あ、みんな覚えてます。本当ですか。あと、トネ選手とちょっと、あと米沢選手とちょっとバチバチしたんですかね。早速トネ選手に謝りました。あ、鹿児島来てから。はい。ありがとうございます。もっと仲を深めてもらって。はい。はい、ありがとうございます。いや、中原選手、お疲れ様です。先生。すごい、なんか久しぶりじゃないですか。久しぶりです。J2 という舞台。はい。いや、僕と会ったのじゃなくて。ああ。はい。はい。J2 という舞台。4年ぶり ?5 年ぶりですか。ですよね。はい。どうします?また開幕戦決めちゃいます?いや、勝てればチームが。ああ、いいですね。年齢とともに。はい、それにつきます。個人の欲よりチームのこと。まあ、僕は、はい、点取らなくていいんで。チームのために。はい。でも見たいです。影で、こそっと取れればいいかな。2点目、3点目。素晴らしい。ありがとうございます。はい、すいません。今年もあの一発芸期待しますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、笑顔です。はい、はい、はい、もうちょい笑顔お願いします。はい、はい、OK です。はい、ありがとうございます。ハロー、参ります。お前ちょっと待って待って待って、普通ね、普通ね。はい、はい、笑顔です。はい、笑顔でお願いします。はい、じゃあまた反対です。はい。あー、OK です。もう早いです。はい。もう一枚です。生まれ感があるんだよな。笑顔です。はい。はい。え、みんなちょっと痩せてるね。みんな痩せてる。昨シーズンなんかこうぽっちゃりするイメージなんですけどね。痩せましたね。いえ、初めてです。いつと比べて。いつと比べて。え、でも。イケメン多くないですか、今年。多い。ちょっとライバルが増えて。あそこ、そこ見て。逆立ちイケメン。あ、逆立ちイケメン。キャッチフレーズ、逆立ちイケメンでしょ。ハッシュタグ、逆立ちイケメンで。うん。はい。まず、はい。じゃあ、真顔を5秒ください。5、4、3、2、1。はい、OK です。そのまま笑顔を置きましょう。いいよ。5、4、3、2、1、キュッ。はい、OK です。で、体を、はい、はい、風通してるけど、笑顔で、はい、はい、はい、OK。
じゃあいきますね。目線こっちです。3、2、1、キュッ。はい、オッケー、はい、はい、お疲れ様。キュッ。はい、はい、はい、オッケーです。で、今度はやだ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 、パンチ。オンゴール、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 夢をお届けプロジェクト、オンゴール夢をお届けプロジェクト。はい、ちょっと顎引きます。はい、行きます。はい、ブチバイ、笑顔で、はい、あざす、あざす、黒だな、はい、はい、笑顔です、はい、はい、からの3、2、1、キュッ。はい、OK です。じゃあこっちも綺麗。はい、いきまーす。3、2、1、キュッ。はい、OK です。で、さっきの場右の位置から今度は。はい、OK、OK、はい。あ、右から終わった。じゃあ手は横です。適当にいっていいですね。午前中行けたんじゃん。右から今から。笑顔で。はい、ありがとう。笑顔です。はい。はい、ちゃんとした手。じゃあ真顔笑顔です。はい、いきます。真顔です。そうです。はい、笑顔です。はい、そうです。笑顔です。はい、こっちも行きます。 OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、OK。 あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと。もう一枚、真面目です。はい、顎引きます。はい、もう一枚。はい、笑顔です。はい、笑顔です。うん、そう、それぐらい。はい、真面目です。はい、はい、笑顔です。はい、はい。全然笑ってんの。はい、はい、はい、はい。そんな人がね。時間かかるよ。はい、一斉時間かかるよ。どうして笑うまで。すごい女だって。はい、一枚に。ではまたまっすぐ、はい、で手腰、もう笑顔で、笑顔で、はい、笑顔を、はい、はい、斜め、斜め、はい、ごめんなさい、ピーピー言ってて、はい、あ、ごめんなさい、はい、もう一枚、笑顔で、あざす、あ、一番早い、斜めです、うん、で曲がろう、はい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 、笑顔です、はい、はい、じゃあまた真正面で、結構こちらにカメラ目線お願いします。はい、一杯、笑顔で、あー出す、早い、素晴らしい。じゃあハッピーバースデー。さあ、ということでシーズン、今日が初めてのみんなで顔合わせる場になりましたけど、どうですか、今日迎えてみて、実際みんなと顔を合わせて。そうですね、まあ、いよいよ始まるなっていう感覚があります。岡本選手どうでしょう。まあ、同じく始まった感覚ありますし、まあ、これから1年間鹿児島のために戦うっていう覚悟をみんな持ってきてると思うので、まあ、いい雰囲気ではあると思います。ありがとうございます。さあ、今日からシーズンスタートということで、最後にじゃあ一言ずつ、野崎選手お願いします。はい、今年は J2 という舞台なので、まあ、昨年よりより厳しいシーズンになると思いますけど、まあ、個人の目標としては全試合出場を目標に、まあ、チームとして目標にしていることもあると思うので、
両方達成できるように怪我なく頑張りたいと思います。さあ岡本選手お願いします。やっぱ目指すところは J1 に昇格するっていうところですけど、まずは、しっかり J2 に残留して皆さんを楽しませれるようなサッカーをしたいと思います。今年1年お願いします。じゃあ今シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。